投資家の皆さん、こんばんは。CUCプライマリーケアの原と申します。本日は6民 IR ライブにお越しいただきありがとうございます。はい、では早速お時間も限られてますので始めようと思います。ではまず大西の方から挨拶させていただきます。はい、投資家の皆さん、こんばんは。CUCプライマリーケアで、取締役 CFO をやっております大西でございます。今回初めての、6民 IR ライブというところで、私たちのですね、事業の特徴とか、あと考え方についてですね、お話しできればと思います。よろしくお願いいたします。改めまして、私、IR 担当マネージャーの原敦子です。よろしくお願いします。以前はですね、今は IR 担当してるんですけれども、以前はこの今日お話しする在宅訪問薬局事業のキラリ薬局でですね、薬局長であったり、エリア長であったりを歴任してまいりました。現場で何が起きているかというのを、私たちが今後何をしようとしているかというのもですね、このライブを通してお伝えできればと思います。はいどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では早速、進めさせていただきます。まずですね、私たちCUCプライマリーケアは、2021年12月に、今のですね、グロース市場に上場させていただきました。今回の、はですね、主力の事業である在宅訪問薬局事業の、ビジネスモデルと、それを取り巻くですね、事業環境。あと、在宅訪問薬局の業務、参入障壁、あと、調剤報酬の特徴等をですね、紹介させていただきたいと思っております。このログミーライブなんですが、今回初めてなんですけども、本日は在宅訪問薬局事業に始まってですね、あと2回、急速に拡大するキラリプライム事業、あと、来年1月からですね、入居者受け入れが始まる高齢者施設運営事業と3本立てで説明させていただく予定となっておりますので、投資家の皆様、見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。今回のこの IR ライブでは、私たちからまず会社概要、事業環境、あと事業の内容というところを紹介させていただいた後にですね、ご質問の方をお受けさせていただこうと思っておりますので、Q&A のところに書き込んでいただいて、それに対してお答えさせていただくというふうにさせてください。はい、まず、当社の概要なんですが、2007年創業でございます。代表取締役社長は創業者でもある黒木哲司でございます。黒木自身も薬剤師の資格を持っておりまして、薬局で勤めた後に、製薬会社の MR、つまりいわゆる営業職ですね、を担当しておりました。そこで大きな病院から小さなクリニックまで担当しておりましたので、ちょうどその頃ですね、在宅から病院から在宅に流れが来るぞというのを非常に感じてたというふうに言っております。で、MR をやった後に、2度倒産したというですね、いわくつきの薬局を引き継ぎまして、3人で開業したというのが2007年の11月ということになっております。で、よくこれ、機関投資家様からも個人投資家様からもよく聞かれるんですが、なんでCUCなんですかっていうのをよく聞かれます。これあんまり深い意味はないんですけども、黒木と一緒にですね、創業当時から一緒に働いている社員が、宮崎県のCUC学院高校というところの出身だったというところで、社名の由来がですね、CUCというところが始まりでございます。で、当社の競争力の源泉である在宅訪問、ここまではまだ入ってるんですね。はい。当社の競争力の源泉である、訪問薬局、在宅訪問薬局ですね、っていうのは、医薬分業、こういうのは病院と薬局を分業しましょうという、国の方針があったんですけども、これが1990年代頃から進められてきております。というので、私たちは2007年の創業になりますので、薬局事業が伸びてきた時期からは相当な後発組という形になります。で、先ほど申し上げた通り、黒木が MR 時代から、高齢者の療養場所が病院から在宅に切り替わるということを見越してたということもありまして、普通の薬局ではですね、後発組ということもあったので、生き残れない。さらに在宅医療の在宅介護ですね、が非常に大変なところの現場を目の当たりに、してまして、自分から高齢者施設とか在宅医、あと介護事業所を回ってですね、在宅患者さんの薬を届けるという活動を、創業から、やっております。まずですね、黒木が、薬局を始めた頃に、真夜中にですね、在宅のお医者さんから、いつもの薬局が閉まってるから、黒木君薬持ってきてよ、頼まれた、ところでですね、終末期を迎える患者さんのご家族と一緒にですね、最後を見とるという経験を、その頃しております。で、ご家族の方からですね、お薬を届けてくれたおかげで、苦しまずに行くことができましたので、ありがとうございますというような言葉をかけていただいています。このような経験からですね、在宅訪問薬局をこの、日本にですね、広げていかなきゃいけないという強い思いを、この時にしたというふうに語っております。近年ではですね、私たちあまり薬局っていうふうにこの会社自体は思ってませんでして、幅広く、プライマリーケアというところを、追求していきたいというのもありまして、ヒューガファーマシーからヒューガプライマリーケアというふうに、名前を変えております。この名前を変えて事業展開を、幅広くやっていくことによってですね、複数分野の事業展開を続けて、この日本が抱える在宅医療、介護に関する社会課題を解決していくというところを私たちが目指すところであります。で、投資家様からですね、よく聞かれる話で大手薬局チェーンがこういう在宅分野やるんじゃないのかとか、最近では Amazon 薬局の話とかも出てますし、個人投資家の方々だけじゃなくて、機関投資家の方からも同様の質問を受けております。で、続いて私たちのビジネスモデルの優位性等をですね、ご理解いただける機会になればなというふうに感じております。はい。で、遠隔としても、今までちょっと2007年、8年からというところでずっと右肩上がりで来てまして、在宅訪問薬局事業で始めたポインターを出しますね。在宅訪問薬局事業で始めて、で、ケアプラン事業というところで、介護同期の事業を2011年に開始しております。で、近年2019年から2022年というところにあたって、キラリプライム事業、これ第2回でご説明します。あとは病院からの退院をサポートして施設にご紹介する対策事業、ICT 事業、これ高齢者施設に導入するというところです。で、2023年の1月になりますけども、高齢者施設運営事業というところを変えて、幅広い展開をして、地域包括ケアシステムのプラットフォーマーになっていくというのを私たちは目指しています。ちょっとここに小さい写真がありますけど、これが福岡県の太宰府市で開業した当時の黒木と、あと今マネージャーとしていますけども、薬剤師、このメンバーで開始した会社でございます。会社概要から続きまして、今度事業環境についてご説明させていただきます。まあもう皆さんご存知のことだと思います。日本の高齢化が進むっていうところはですね、もうずっと分かっていることですし、今も進んでいるところでございます。ただ、注目していただきたいのが、75歳以上人口が2055年まで増えるというところです。65歳以上人口っていうのは、ある程度、2035年かな。っていうところである程度下がってくるっていうふうになってるんですけども、一方で75歳以上人口に関しては、ここから、だいたい30年ぐらいはまだまだ増えるというふうになってます。で、もう一方で、高齢者の単独世帯、65歳以上の一人暮らし世帯っていうのが、まだこのまま増えていけば、22.9% というところで、独居の世帯も増えていきます。で、ここで申し上げたいのが、75歳以上人口が増えていく。これ生産年齢人口が減る。というところで、社会保障財源の支え手が不足。在宅医療は、今後、当事者だけ、その高齢の方を、お年寄りを抱えている方だけの問題じゃなくて、社会的な課題になっていきますね、というところでございます。今回ライブ初めてさせていただくとこなんですけども、日本の中で、こういう、課題があるっていうとこ、それに対して私たちが活動しているというところをですね、まず、興味を持っていただければありがたいなと思ってます。あと、事業環境続きますが、要介護者の認定数ですね。もうこれも当然、高齢者の方が増えれば増えますというとこです。で、ここで注目していただきたいのが、要介護3、4、5というところですね。比較的介護度の重い方にあたります。こちらがですね、2020年から2040年で、増加率としては、介護度の低い人よりも、介護度の高い方が、増加するというふうに見込まれています。これが何が起きるかっていうと、今までは、病院にいた方なんですよね。要介護3、4、5っていうのは。で、国としては社会保障財源の問題があるので、ここの思い方でも在宅に持っていこうっていうのが国の考え方です。なので、より在宅医療介護というところの役割が、重くなってきます。大体病院でこういう方を受け入れた時のコストと、在宅側で見た時のコストが大体3分の1と言われています。なので、国としては社会保障財源もなかなか厳しいものがありますので、より在宅の方で見ていかなきゃいけない。そうしないと国が持たないというところで、国としては在宅の方に、振っていってるということになります。なので、介護に関しては24時間365日ですので、こういった方をどうやって社会で見ていくのかというのが、求められているということになります。あと一方、私たちのビジネスに直結するところで、在宅患者さん。そもそも在宅患者さんって何ですかっていう話なんですけども、通院できない方、のことを在宅患者。これはドクターが認めた人が在宅患者として認定されるわけなんですけども、この数も2005年あたりですね、ちょうど創業、私たちの会社が創業した2007年あたりから急速に伸びてきてて、今もこのまま伸びてきているというふうに言われております。で、それに対応して薬局も、薬局が在宅患者さんに訪問してお薬を服薬指導したときに、居宅療養管理指導っていう、介護保険上の点数があるんですけども、これを受ける数も相当数増えてます。ただ、今のところ、国が言ってるのは、2025年までに、在宅患者さんは100万人にしたいと。だから100万人になるじゃなくて100万人にしたいなんですね。っていうのは、社会保障、先ほど何度も申し上げている通り、社会保障の関係から在宅患者の数は必ず増やさないといけませんというので、調剤報酬改定、薬局の点数ですね、もう、物から人とか言われてるんですけども、より在宅の、点数の方が厚くなるという傾向になります。今年の2022年4月も、調査報酬改定ありまして、この報酬改定につきましても、点数が在宅の方に厚く、薬価のお薬の値段は下がるというような状況が続いています。で、国としては増やしたい、要介護者が増えるので、在宅で面倒を見ていかなきゃいけない人が多くなる。っていうのは、状況にはあるんですけども、実際この在宅医療、介護というのをサービスを受けている方っていうのはその半分ぐらいなんですね。で、その半分というところで本来もっと受けたいけど、なかなか、思ったように、そこまでまだ需要が拡大してないっていうところの原因としては、まだ、実際利用者さん自体がこのお薬届けてもらえるとか、その居宅療養管理指導とか、そういうのを一部負担すれば、そういうサービスが受け入れるということ自体を、まだご存じない方が多いということ。あと、薬局も、この後、事業モデルの説明させていただきますが、在宅訪問薬局、やっぱり非常に手間のかかる、事業になります。薬剤師の負担も高いですし、事務の手間も相当高いものになります。ここは私たちは効率化とか、動きをもう そもそも在宅にあった、出店の仕方、あとは、オペレーションも変える、IT を導入するっていうところを、することによって、事業単体の利益として 10% を超える2桁%の利益率を出す事業になっているというところになります。今のまでの話をまとめますと、75歳以上単独世代が増えます。で、要介護者も増えますと。で、在宅医療の需要っていうのは、高齢化の進展により、ここなんですけど、地域医療構想、先ほど病院から在宅に持っていく、これも国がやろうとしている、実際に進めていることです。ベッド数を減らして在宅に持っていくっていうところが、大きく増加する見込みでございます。これが、私たちが、チャンスと捉えて、成長につなげていきたいなと思っているところの根拠の一つとなっております。で、今のところ、私たち様々な事業をしてますけど、薬局、ケアプラン、キラリプライム、対策法、ICT、これに加わって、2023年1月から、高齢者施設運営事業というのが始まると。で、単体ではなくてですね、施設をやって入居者様が来ると、そこに対して私たちお薬届きますし、ケアプランも書きますし、対策法、退院サポートとして、病院から、そこから先、施設に対して、私たちが受け入れるというようなところで有機的につながるというふうに考えております。はい。ここから事業内容を紹介、させていただきますので、IR 担当マネージャーの原から、ご紹介させてもらいます。はい。では、私の方が、バトンを引き継いで、薬局の方をちょっと紹介させていただきます。ね、在宅訪問薬局事業です。はい、屋号はですね、キラリ薬局という名前でですね、展開をしてます。で、まずですね、この医療用医薬品の流通の仕組みというものを、ちょっと皆さんにご理解いただきたいなと思って、簡単な図を作ってみました。薬はですね、まず製薬会社さんが作って、医薬品卸さんに入ります。で、その後、調剤薬局に入ってですね、その後、患者さんのもとに届くということになっています。はい、ちょうどですね、その製薬会社さんも、日医工さんとかですね、今ちょっと話題になってますけれども、なかなか、年1回の薬価改定もあってですね、この医療費の増大によって、このお薬の値段っていうの毎年引き下がってます。薬価100円のものがあったとしたらですね、卸さんから薬局に入ってくるのが納入価で、仮に90円とします。で、製薬会社さんから医薬品卸さんに入るものを、仕切り価といって、仮に80円と。で、この差が、それぞれの利益になるというところになります。ですので、この納入価と薬価の差が、いわゆる私たちがよく使う薬価差益というものです。ですけれども、この現状としてですね、製薬会社さんは、製材コスト変わらないのに薬価引き下がる一方で、社会情勢が影響して、原薬調達も最近は非常に困難です。ですので、製材の製造中止であったりですね、仕切り価格の維持、引き上げというのが大変困難になっております。はい。で、医薬品卸さんの立場からするとですね、仕切り価上昇を受けて、利益減少します。で、仕切り価が、たとえ維持にあっても、この納入価が下がればですね、利益減少します。ですので、最近はですね、医薬品卸さん、人材をかなり削減してます。で、支社を統合したりも行ってます。で、納入価格の、引き上げであったり、薬局等へですね、納品回数の制限等も行われてます。で、その影響を受けて薬局はですね、納入価上昇を受けると、薬局の利益減少します。で、在庫管理の難しさが増すんですね。欲しい薬が、すぐ届かないというところで、しっかりここを管理しとかなきゃいけないです。ですので、薬局の利益は薬価差益ではなくてだけではなくて技術量に頼ることになります。ですので、薬価差益だけに頼らないですね、利益構造の確立というのが求められてきます。はい。で、ちなみになんですけれども、この仕切り価納入価っていうのは税金かかるんですね。ですけど、私たちが患者さんにお渡しする薬価にはですね、税金かかりませんので、結局納入価90円で入っても、税金かかったら99円で薬価差益っていうのは、結局、仮なんですけれども、これ1円になってしまいます。はい。こういう現状があるっていうのはご存知ください。次お願いします。で、ちょっとお金の流れってどうなってるのか、なかなか知らない方多いので、ちょっと説明させてもらいます。薬局はですね、患者さんに、服薬指導と、お薬を渡した後にですね、調剤報酬というところで、患者さんから一部負担金をいただくのが、0割から3割、これ患者さんによって変わります。で、残り7割から10割を、この、審査支払い機関、支払い基金にですね、請求をしていただくというような形になっています。で、支払い基金は、この、私たちが保険加入している医療保険者の方に、請求してですね、はい、こういった形が成り立っています。はい。ですので、この調剤報酬の内訳というのがですね、個々の患者さんに提供する付加サービスですね。で次に、時間外対応だったり、在宅対応、薬剤備蓄などの体制整備、こちらを整備されている薬局には加算がつきます。そして先ほど説明した薬価差益。これが付加価値となって、その付加価値かける処方箋枚数というのが大きな薬局の利益となるわけです。ですので、この前半のこの付加価値に重きを置くか、処方箋枚、付加価値はそんなに多くないけど、処方箋枚数たくさん稼ぐかっていうところで、出店スタイルっていうのは大きく変わってくるかなと思います。ちなみに、当社はですね、この前者の付加価値に重きを置くスタイルとなってます。はい。で、キラリ薬局って今までの薬局とどう違うのってよく質問を受けます。で、門前薬局、今までの薬局っていうのは門前薬局型がほとんどですね。ちょっと写真を拝借させていただいてます。名前消してるんですけれども、どこの薬局かわかる方がいらっしゃるかもしれません。はい。まず外来患者自身がですね、薬局に訪問することがほとんどです。ですので、外来患者さんが来店が期待できる、医療機関の病院の隣とかですね。はい。出店することが多いですね。そのため、大きな病院の周りにはですね、たくさん薬局がバーっと並んでるっていうようなケースも、多いです。ですので、立地が重要なため、出店コストは結構高くなる傾向ですね。いいところに薬局を出すっていうのが、非常に大事なポイントとなってきます。で、次に、キラリ薬局っていうのは在宅訪問薬局型というものです。で、患者と契約を締結後、薬剤師が訪問するんですね。ですので、出店要件っていうのは病院の横じゃないといけないとかそういうものはありませんので、結構コストを抑えられます。そして通院困難な高齢者施設入居者と、長期的な提携が可能ですので、ずっともうサブスクのような感じですね、ずっとこう、お付き合いが続けば、安定的に収入が入ってくるといった感じです。見た感じ分かると思いますけれども、なんか写真、どこに薬局があるのかっていう感じですよね。はい、ですので働いてるとですね、近くに病院がありません。で、人通りも多い場所にありません。で、はっきり言って目立たないんですね。ですので、なんか近所の方が、ちょっと本当にここに薬局あるんですかとかですね、患者さん入っていくの見ないけど、スタッフの数の方が多いんじゃない？やっていけてるの？っていう感じでですね、近所の方よりよく心配されます。はい。あるある話ですね。はい。で、実際、在宅訪問薬局ってどういうことをやってるかと言いますとですね、処方箋受付から、薬剤の受け取り、服薬指導までの流れというのをちょっと図と写真で示してみました。左側を見ていただくと、一般的な薬局の流れっていうのは受付があって、処方箋の内容を確認した後に、調剤業務ですね、薬のピッキングと、内容の確認をした後に、服薬指導を行います。ですけれども、キラリ薬局の流れとちょっと写真が小さくてちょっと見づらいところあるんですけれども、受付処方薬の確認っていうところはそこまでは大きく変わりないです。ですけれども、この薬を作る作業の工程っていうのが非常に多いんですね。まずほとんどの患者さん一方化といって薬をこう分包をします。はい、ですので、薬のこの機械、監査機に通してですね、こうラインを引いたりホチキスをつけたりで、その後に薬剤師が中身を全部確認して、で最後に薬剤セットというところで患者さんが服用しやすいようにですね、薬のセットを行います。そしてその後、車に乗って訪問して、自宅での薬剤の形、服薬指導というところで、はい、ですので、門前薬局買ったから比較すると非常に工程が多いため、人材、機器投資、調剤室の広さの確保等というのが必要となってきますので、ここがまず1つ目の、なかなか外来薬局が参入できない障壁になっているのかなと思います。ね、で、実際ちょっとキラリ薬局大野城店の紹介をさせていただこうと思うんですけれども、調剤室の広さが約20坪で、まず薬剤師はですね、常勤換算で約5名在籍しています。で、実際薬剤師5名の場合の調剤室の施設基準って 18.9 平方メートルっていうことなんですけれども、比較すると3倍以上の広さで、本当に工場のような広さです。で、この薬局でですね、約720名の訪問患者さんの調剤を担っております。はい、720名の訪問患者さんはですね、在宅患者さんだけではなく、障害者施設や、老健の入所者の方も調剤になってますので、結構大きな数字になってます。こう見ていただいても分かると思うんですけれども、十分なスペースが必要となってきます。で、実際、患者さんや施設に合わせた個別対応と、誤薬をなくす工夫というところで、写真見ていただけたら分かると思うんですけれども、結構こう手間のかかることしてますね。左上見ていただくと、同一患者さんの薬を1週間分セット、色を入れてですね、こういうふうに入れたりとか、真ん中見ていただくと、施設向けですね、これ、その会の患者さんが、16日の夕食後、これ本当に16日の朝、昼、夕、寝る前っていう箱があるんですよ。これが例えば1週間分とかあるんで、4×7 の、28個ですね。1週間分薬持っていくとしたら、持っていって、そちらでセットをするという形になります。で、個人宅の患者さんはカレンダーセットであったりとかも行ってます。で、実際作業としてはですね、もう本当に地道に、事務スタッフがですね、このホチキスをしたり、バーっとこう机の上にですね、薬並べて間違いのないように、チェックしながら並べていったりとかですね。あとはこう、他のいろんな他科の薬、一人の患者さんが、2つ3つ、複数かかってくることありますので、その飲み合わせ確認、問題ないかというところを、処方箋の内容だけではなくてですね、見た目からも確認をいたします。はい。でただ作るだけではなくてですね、この薬を届けた後にも、薬剤師っていうのは非常な大きな役目を担っています。患者さんともお話をして、その後施設のスタッフになりますけれども、介護士さんや看護師さんとですね、情報共有であったりとかですね、コミュニケーションを図ります。そして帰った後であったりとか、施設で待ち合わせてですね、お話しすることもあるんですけれども、医師やケアマネージャーですね、に、その報告した内容というものを、内容を報告したりとかですね、なんか提案であったりとか、そういったことを話したりもします。そしてまた毎回ではないんですけれども、介護施設の施設長とはですね、新規の取引開始の際などは、打ち合わせなどを行ったりとか、随時相手の要望を聞きながらいろいろなことを決めていきます。本当にこのですね、薬剤師なんですけど、営業力、折衝力っていうのは非常に大事になってきます。なかなか普通の外来薬局に勤めている薬剤師さんではこういうことは営業とかすることがないので、なかなかここはハードル高いんじゃないかなと思っております。で、これちょっとアマゾン薬局が来たらですね、うち影響を受けるんじゃないかっていうところでよく質問いただくので、ちょっとスライドを作ってみたんですけれども、外来型の薬局っていうのが、今後オンライン診療やオンライン服薬指導が進んだときに、プラットフォームって書いてますけれども、アマゾンはこうなるんじゃないかなっていうところですね。日経の新聞の記事からちょっとこの図は拝借させていただいてます。はい。実際利用する患者さんっていうのは通院可能で、まず IT リテラシー高くてですね、利便性を重視する方であろうというふうに予測をしてます。で、在宅型薬局を利用する患者さんっていうのはですね、患者さんは平均83歳で要介護状態で通院不可で誰かの介護を受けながら過ごされている方がほとんどです。ですのでこういった方にね、支援者の方がオンライン服薬指導を一緒にやってくれるんであれば問題ないかもしれないですけれども、なかなか今考えられているアマゾン薬局、ただ薬を渡すだけでは先ほど写真で説明した通り難しいかなというふうには考えてます。はい。ですね。こういった写真ですね。ただですね、これよくある現場の写真持ってきたんですけれども、患者さんにですね、左を見ていただくと、患者さんに退院処方をこうやって、一方化されてるけど、ただこれ渡すだけじゃなかなか在宅の患者さんって飲めないんですよ。で、色をつけたりとかですね、日付入れたりとか、こういうふうに工夫して、で、最後カレンダーに入れたり、ボックスに入れたりとかですね。そして、その後、服薬状況の継続管理をするという、ここまで私たちはします。ですので、本当に、オンライン診療、服薬指導が進んでですね、薬剤の配達が外部委託になったとしてもですね、患者さんのニーズに合わせて、ここまで対応する在宅薬局の業務にはそんなに影響しないんじゃないかなというふうに私たち考えております。はい。じゃあちょっとここでですね、ちょっと話ばっかり続いてしまいましたので、ちょっと、店舗の撮ってきた動画があるんですよ。ちょっとこちらを見ていただこうかなというふうに思ってます。今日はキラリ薬局大野城店の紹介をしたいと思います。店はですね、キラリ薬局が創業して3年目の時に、3店舗目の薬局としてオープンした店舗です。非常に在宅訪問薬局を象徴するような店舗の作りとなってますので、この入り口からですね、ぜひご紹介していきたいと思います。こちらがキラリ薬局大野城店があるテナントになってます。どこに薬局があるか分かりますでしょうか。パッと見た目全然分からないと思うんですけれども、実はこの2階に薬局があります。見て分かると思うんですけれども、全然こう薬局の案内というものが出てませんので、最初に来られる方は皆さん迷われるんですよね。で、ここ入り口に来るとですね、ちょっとキラリ薬局こっちですよということで、ポストがあるのでここにあるんだなというふうに分かります。ちょっと階段を登っていきます。実際に、Google のマップ等で調べてくれてですね、来てくださる患者さんいらっしゃいます。ここがキラリ薬局大野城店の入り口です。実際入ってみましょう。特に掲示物はしっかり貼っております。ありますかね。普段薬局って中に入るとこう待合室があって、その奥に調剤室があるという形なんですけれども、ここはですね、もう入り口入った瞬間ですね、見て分かるように工場のような店舗が広がっております。ちょっと現場の動画を見ていただきました。ちょっと私が説明つかなくて申し訳ないです。はい。ですね。じゃあちょっと最初戻りたいんですが、ちょっと調子悪いですね、これ。いけませんか。あ。出た。あ。いけますか？消えませんね。はいはいはい、すみません、お待たせいたしました。はいですね、もうちょっと時間もだいぶ押してますので、はい、ちょっと駆け足でいきますね、申し訳ないです。はい、まず、在宅薬局、キラリ薬局ですね、どういったところに出店しているかといいますと、出店要件は特にありません。ですけれども、ドミナント方式で出店をしてますので、基本半径 3.5 キロから5キロ圏内をですね、はい、カバーするような形でドミナント出店をしていっております。はい。で先ほども少し触れたんですけれども、調剤報酬点数ですね、在宅訪問薬局というのは、門前薬局に比べて、もう一段階、プラス2階建てというところで、訪問に関する居宅療養管理指導料というものがプラスされます。はい、ですので、在宅の患者さんの平均がですね、月の売上が1人当たり大体3万円ぐらいですね、になっております。ですので、一般の門前薬局のに比べると、約倍近くですね、はい、の、点数というか、売り上げになるということになります。はい、もうこれ最後ですね。本当にこれ、在宅訪問薬局の、大変さ、こういった、これが大変なんですけれども、これが当社の強みとなっております。はい。ですね。で、先ほど見ていただいた通り、高い参入障壁っていうのが、運営の障壁であったり、店舗の障壁であったり、人材の障壁であったりっていうのは、お分かりいただけたかなということと思います。そして私たちが対応する患者様ですね、実は 87% が高齢者施設の入居者さんで、平均年齢が80歳を超える方となっております。これ最初、大西が、ちょっと説明した通りですね、介護度が上がるとどうしても施設に入居しないとですね、厳しいという状況がありますので、この割合っていうのは妥当っていうか、そんなにおかしくない数字なのかなというふうには思っております。はい。ね。はい。あとはあれですかね。今の外来型のところで24時間365日、もう電話が鳴ったら行かなきゃいけないっていうところの体制が、これもかなり大変というか、普通の薬局だとやっぱりなかなか夜中にじゃあ行って、麻薬お願いしますっていうのがありますけど、そのもやっぱなかなか普通ノウハウが溜まっていかないとやっぱ難しいところはありますよね。そうですね。ノウハウだけではなくって、その人のやりくりですよね。うん、はい。その分やっぱり人は抱えなきゃいけないですし、その人を抱えるだけではですね、人件費だけがかさんでしまいますので、はい、そこをうまくやっていかないといけないと。で、はい、ですけれども、うまくやって、利益が出るようになってきたということですね。最後、多分数字が。これですね。はい。はい。です。いろいろ説明してきましたけども、現在、直営店舗では在宅患者さん8208名を担当させていただいております。で、1店舗あたりですね、在宅患者数は222名です。で、処方箋の応受医療機関数は約600事業所です。で、ドクターの数にすると、この3倍以上あるんじゃないかなと思いますので、店舗に働く薬剤師はですね、いろんなドクターの処方に触れることができます。はい。ね。で、訪問してる施設数は約今500施設になります。で、薬剤師1名あたりの担当在宅患者数は80名です。はい。そして、在宅の患者さんの割合っていうのは、売上ベースになるんですけれども、約 60%、全国平均 1% から 2% と言われている中で、この 60% っていうのはすごく大きい数字なんじゃないかなと思います。はい。で、人件費の話もしてきましたけれども、2級末の営業利益率と。11.8% となっております。他社の営業利益率、調剤薬局事業部門の数値だけ抜き出させていただいたんですけれども、他の調剤薬局チェーンに比べても、非常に高い営業利益率っていうのを、維持できているかなというふうには思っております。はい。この高い利益率が、表に出るとか、上場してるので出ちゃうんですけど、それだったら、うちもやろうよってやっぱりなるはずなんですけど、それがなかなかできないというところが、私たちの競争優位性なのかなと思ってまして、端的に言うと、先ほど人がいっぱいかかるって言ったんですけど、外来型に対して在宅型は人件費が2倍かかります。なので、今1000店舗以上お持ちの、大手調剤薬局チェーン店さんが、1000店舗で3人ずつ抱えてたとして、3000人いますと。同じように私たちのような在宅薬局やろうとすると、プラス3000人雇ってくださいっていう話になります。やっぱこんだけ急にやっぱ人を雇って在宅用に、切り替えてっていうのは、やっぱなかなかできないというふうな話になってますので、ここがやっぱり私たちが薬局ではないって言ってる、ゆえんの一つではあります。はい。はい。ここら辺で時間も来てますんで。そうですね。質問の。質問タイムいかないといけないですね。はい。ありがとうございます。Q&A に入れていただいた方と、事前に質問もいただいてましたので、そちらにもお答えしようかなというふうには思っております。はい。まず、Q&A にいただいた質問からいきましょうか。はい。はい。ありがとうございます。基本的なことですみませんが、訪問薬局の場合、医者による診察はどのように行われるのでしょうか。14ページの資料を拝見する上では、医者への診察は患者自身が医療機関に通院しているように思えるのですが、通院ついでにお門前薬局によって処方箋を受け取った方が早いように思えるのですが、いかがでしょうかというところです。これですかね。はい。これは、通院ついでに、ああ、そうですね。ただ、これは原さんが答えた方がいいですかね。そうですね。だけでなんなんですけれども、まず医師もですね、ほとんどが訪問をしてます。はい、薬局と薬剤師と一緒でですね。はい。ですので、実際患者さんが病院にわざわざ行く、そういった方もいらっしゃいます。検査が必要な方もいらっしゃいますので、そういった方もいらっしゃるんですけれども、多くの場合が、薬局とともにですね、訪問医を利用されている患者さん、利用者さんが、ほとんどですので、通院の帰りに門前薬局に寄るっていうことが、少ないと。で、仮にですね、通院されている方もですね、この門前薬局で待つっていうのが非常に大変なんですね。はい。で、1時間近く待ったりとか、その待つ体力がなかったりとかですね、そういったことがありますので、通院はしてるけど、薬局は訪問を利用してるという方も結構いらっしゃいます。あとは患者さんの属性上認知症の入られている方とか、寝たきりになっている方とか、ああいう方がそもそもやっぱ通院するっていうのはやっぱなんか難しいですよね。ね、もう自分がその病気っていうかこう認知症であるっていうことがやっぱりこう理解できてない方も結構いらっしゃいますので、そういった方はですね、ご家族が一緒に通院っていう方もいらっしゃるんですけれども、そのご家族の負担っていうのもかなり大きいんですよね。ですので、そのご家族の負担を取ってあげるためにもですね、この薬局がそこを引き受けますよというところで、わざわざこうご家族がですね、仕事休まなくてよかったとかですね、遠いところから実家にわざわざ1ヶ月に1回帰ってるっていうのがなくなりましたっていうようなお声は聞きます。はい、逆に福岡とか都市圏とか私たち出店してるんですけど、よく機関投資家さんからも質問を受けるときに、日向みたいな在宅薬局がなかったら、そもそもどうやってたんですかっていう話、結構聞かれますね。聞かれますね。あれは、今、原が言ったみたいに、介護施設の方が行くのか、それともご家族が取りに行くのかって、やっぱりそもそもやっぱ通院はできないっていう前提で、やっぱ誰かがその肩代わりをしてお薬を取りに行ってるっていうのがやっぱり今でもある現状だっていうふうに言われますよね。そうですね。はい。はい。よろしかったでしょうかね。次行きましょうか。はい。じゃあ2つ目ですね。患者側から見て外来型薬局と在宅型薬局の費用を大まかに比較した場合、在宅型薬局の方は外来型薬局の何割増しぐらいの費用がかかるのでしょうか。これはあれですね、1割負担なのか2割負担なのかでも多分違うと思うんですけど、基本的に薬局から薬をもらうっていうところなので、お薬の1割負担っていうのは変わらないんですよね。なんで、だから、在宅薬局だから、じゃあ、べらぼうに高いかとか、そういうのはないので、逆に1割負担、2割負担で、お薬を届けてもらって、服薬指導して、周りのケアマネさんとか、介護施設さんとの連携も取ってっていうところも全部含みでやりますので、高いかって言われたら、高い、外来型に比べて高いかっていうと、そういうことはないのかなと。多少高いですかね。そうですね。まず、訪問をしますので、その訪問管理料がですね、ちょっとこれ、施設や個人宅によって違うんですけれども、だいたい4000円から5000円かかりますね。それの1割負担であったりっていうことになりますので、まあ、手出しとしては400円、500円ぐらいがちょっと高くなるかなというところですね。はい。まあそういうぐらいの負担だっていうことですね。はい。はい。タクシー代より安いっていうふうに言われる方もいらっしゃいます。はい。はい、他来てますんで、次行きましょうか。次行きましょう。はい。事業を行う上での一番のリスク、脅威は何だとお考えでしょうか。一般的にこれも薬局、まあ、その医療機関、介護事業をやってる上で、やっぱり個人情報っていうとこと、やっぱり投薬の、なんですかね、調剤過誤っていうんですかね、投薬のミスっていうのは、やっぱり、やってしまうと大きな影響は起きると思ってますんで、そのためにやっぱ機械化して、やっぱ薬剤師の負担を減らすっていうふうに、していかなきゃいけないかなと思ってます。で、特に在宅薬局で、この、ページにもありますけど、食後に飲む、お薬が何束もあるみたいな、形になってますんで、それをちゃんと飲んでいただく。朝昼夜で薬が違かったりしますね。なんで、それをちゃんと飲んでいただくために、じゃあ、青を引く、赤引くとかいうことをやってますんで、そういう飲み方を間違っちゃうとかいうのも、リスクとしてはあるので、私たちが、そういうふうに分かりやすい。これは、施設にとっても、ありがたいっていう話になるんですかね。はい。じゃあ、事前に、いただいてた。はい。ご質問をですね。はい。御社の株価に対しての質問です。御社は株価を向上させ、投資家に還元しようとするような IR の発信努力が感じられません。株価を上げることは御社の方針にないのでしょうか。もしあるなら発表をお願いします。はい。はい。わかりました。これに関して、事前にご質問いただいて本当にありがとうございます。株価についてはですね、もちろん、私たち上場しましたし、これが投資家様からの評価として受け止めさせていただいております。で、もちろんその株価気になりますし、上げていきたいとも思っております。ただ、私たちは、社会インフラを作るというところを理念に中長期的な成長を目指しています。もちろん、短期的にですね、株価を上げていって、株主さんに喜んでいただく。これもいいことかと思うんですけど、中長期的な、やっぱり計画を実行していくというところで、投資家様への還元、プラス、社会課題の解決。やっぱりこれのバランスを、していかなきゃいけないのかなと思っています。もちろん利益は大切ですし、株価も大切です。そこは、しっかり、上場企業としてやっていかなきゃいけないことだと思っています。で、事業環境のとこでもご説明差し上げましたが、これから数十年にわたって日本の、独居高齢者が増えるとか、75歳以上人口が増えるとかで、もちろん在宅患者さんも増加しますと。で、なかなかちょっと写真とかでお見せできない、とこではあるんですけども、ここでちょっと黒木の言葉を借りると、ここが日本かと思うような独居の方が、お一人でおむつとかつけてですね、そういう、なんですか、ちょっともう汚い話ではあるんですけど、そういう、もうおしっことか、そういうのがですね、やっぱりこういう部屋に溜まってたりとか、そういうやっぱり介護が行き届いてないっていう状況は、まだこの日本にあります。で、黒木の出発点としても、そういうのをやっぱり少しでもなくさなきゃいけない。この日本に、24時間365日自宅で安心して療養できる社会インフラを作るというのが私たちの思いですので、これってやっぱり短期的にできないことだというふうに考えています。なんで、中長期的に大きな成長を遂げるっていうところを主眼に置いてますので、個人投資家の皆様には、そういう目線でですね、私たちの事業を一緒にですね、見守ってやっていただければと思います。また、もちろん株価も大事にしてますので、それについてこういうご知った激励いただけるのは非常にありがたい話だと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。他は、あとは今 Q&A で来てないんですけれども。少時間ありますんで。ギリギリまでいきますか。そうですね、あと 1、2 問ぐらいは。そうですね。まあ、よく機関投資家さんから、うん、投資家様から聞かれるのがやっぱりこうM3 が、うん、うちの、まあ、株主というところで、はい、どういう、まあ、資本提携だけではなくてですね、どういうところを、まあ、やってますかっていうところを質問いただくことが多いかなと思いますね。はい、そうですね。ちょうど1年前に上場する前、機関投資家さんとお会いした時から M3 さんとの関係性というのはよく問われております。で、M3 さんは M3 さん本体と M3 キャリアさん、あと CUC さん、まあ、この3社、法人としては3社から、私たちは出資を受けて、今もキープ、保持していただいてます。で、一つ M3 キャリアさんとは、M3 キャリアさんはそもそも薬剤師の紹介しておりますので、そちらから薬剤師の供給を受けております。あと CUC さんに関しては、彼ら在宅の医療に非常に特化した強い企業ですので、在宅患者さんの紹介というのを受けております。あと、本体の M3 さんですね。代表の谷村さんともお話しさせていただくこともありますが、まあ、キラリプライム事業とかを伸ばすときに、彼らと協議しながら、彼らの考え方も、なんですかね、アドバイスとか、いただくというところもありますし、喫緊で言うとやっぱオンライン服薬指導ですね。うん、オンライン服薬指導、彼らオンライン診療、非常に力を入れてやってますので、そこから受ける、その後ですね、お薬をどうするんだっていうところに関しては、私たちも一緒になってさせていただいておりますので、そういった付き合いを、付き合いというか、提携をしてます。まあ、今後も M3 さんとは、彼らも非常に巨大な企業ですし、いろんなノウハウ、リソースを持ってますので、ご一緒できることがあればと思ってます。はい。はい。ありがとうございます。ご質問来ましたね。はい。質問、ありがとうございます。はい。今、2つ質問いただいているので、まあ、これで最後にしようかなと思ってます。はい。じゃあまず1つ目、1つの薬局を作るのにどれくらいの費用がかかるものなんでしょうか。うん、薬剤師の採用が必須であることを考えると、あまり急激な出店はできないように思えますが、年間の出店戦略等はどうお考えでしょうか。はい。はい、わかりました。費用間、投資に関してはだいたい1000万から2000万ぐらい。安いとこでいくと1000万切って、まあ、5、600万でできてしまうパターンもあります。なので、出店に対する投資は、結構他社さんから比べると非常にできるのかなというふうに考えてます。で、おっしゃる通り、急激な出店ができないっていうところは、やっぱり、人のとこと、あと、そうですね、人のところはやっぱり一番大きいかなと思ってます。ただ、私たちは今、キラリプライム事業、他高齢者施設事業っていうふうに、他の展開もしてますので、在宅訪問薬局事業だけをやろうと思えば、まだまだいけると思います。ただ、やっぱり一番利益率が高くて社会インフラ化しやすいというところで、今、キラリプライム事業というところに注力してます。で、なので、バランスよくやろうと思って、今のところは年間3から5店舗の出店で、西と東が東京周辺ですね、千葉、神奈川、あと福岡、北九州の方まで含めて出店を進めていると。いうところで、今期は今のところ3店舗ですかね。なんで、だいたい、まあ、あと1店舗、2店舗、1店舗というところで考えてますというところです。はい。ね、じゃあ最後の質問になります。はい。一番の競合はどこになりますか？はい、お願いします。はい、競合っていうところで、施設に営業に行ったときに、食い合うっていう状況にまだないです。やっぱり在宅訪問薬局の在宅患者さんの増加っていうのがやっぱり非常に大きいので、特に競合してしまうところは、今のところはないです。はい。はい。ありがとうございます。ラスト行きましょう。ラスト。はい。せっかくですので、ラスト行きましょう。はい。行きましょう。在宅訪問薬局の成長にあたって、M&A は非常に有効な選択肢かと思いますが、在宅訪問薬局ならではの M&A の難しさはありますでしょうか？はい。もう一言ありますっていうとこです。私たちも、毎年小規模な M&A はやってきてます。で、一番難しいのは、人のメンタリティ、薬剤師さんのメンタリティですね。今まで来てた、処方箋持ってきてたっていうビジネスから、私たちが外に出て営業もしなきゃいけない。外に出れば、ケアマネさんと話さなきゃいけない。在宅医とも話さなきゃいけないっていうところで、やっぱりマインドセットの部分が非常に難しいので、こういうやっぱ自分たちが MA した先の教育っていうのを、教育っていうかね、人材育成とかがもっと上手になれば、大きな MA もして、私たちの仲間を増やしていけるというのができるんじゃないかなというふうに感じてます。考えてます。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ちょうど、1時間、ありがとうございます。最後までお聞きいただいて。はい。また第2回も、今度、キラリプライム事業の、ご説明というところで、考えておりますので、次回も、ご参加いただければと思います。今日は、遅い時間にありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。失礼します。